当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。前回はね、まあ素材作りというか板ですね、使う板を合板にして作っていきました。それをまあ使って今回はギャレー、そして床ですね、作っていきたいと思います。まあまずは買ってきた材料を下ろしていきましょう。ギャレーは今回は上まで伸ばさない、これぐらいの高さで作って窓は残す。この木の風合いを残したままやろうということですね。なんかまだボソボソですね。シンクの穴を開けていきましょう。ではまずシンクの穴を開けていきましょう。シンクはもう購入してあります。まあこの時ですね、まあベニヤを張ったんですが、まあ、あのサイズのベニヤしかなかったもの、ね、なのでこの板は継ぎはぎになっております。こういったまあ丸ですね、丸を切ったりする場合はジグソーがとても便利です。ジグソーでカットした方がいいですね。これが買ってあったシンク、今回はねきちんとしたものを買いました。ぴったり、まあこれぐらいやればいいよね、かわいいよね。ピタリ、ちょっとグラグラする、ね、まあこんな感じ、だいたいまあカットして乗せている感じですね。こんなイメージになるであろうという感じです。とりあえずカットする際ですね、車は直線ではありません。かなり曲がったり、その、ね、上に行けば行くほど絞りがかかっていたりということがあるので、それを見越しながら、それを計測しながらカットするのが大事です。先ほどのカットしたものをとりあえず一回くっつけて、でまあこれでギャレーという形にします。これをギャレーにするんですよね。でまあきっちり固定できるように、そして補強もしながらですね、今回も同じように前回作った軽キャンピングと同じようにキットにします。そう、工具なしでそのまあ解体できるようにというかね、バラせるように超ボルトですね、前回も使った超ボルトを使います。ちょうどいいところですね、ここをめがけてナッタを仕込みます。ちょっとねこの際のところになってしまったんですが、まあその辺は仕方ないですね。ここに穴を開けてナッタを仕込みます。まあナッタっていうのはあれですね、まあリベットみたいな感じです。要はそのボルトの穴ですね、ボルトの穴を作ることができる、そういうような道具になります。なのでそのナッタを仕込んだところに超ボルトでもって固定できるといった感じです。そこに、そうそうそう、これでもって超ボルトで固定をしてあげます。ここのギャレンは超ボルト1本で固定です。1本だけでかなり強固になりますから、かなりね、まあそのボルトで固定するというよりはあまり動かないようにするといった感じですね。そのこのギャレー自体にきちんとこうね、なんていうのかな、安定性を持たせてありますので、もうそのボルトというのはずれないためというような役割の方が大きいですね。きっちり固定というよりかはずれないようにしてあげるっていうことですね。でまあそのボルト、超ボルトを1本外せばまた解体できるというような作りになっております。そう、ここの中に仕込んでありますので表側には一切見えていません。こういうような作り、きっちりでね、こういった隠すものは隠す、そういったところをこう意識しながら作っております。で今回はデザイン性にこの特化したというか、デザインにこう着目して作っておりますので、今ギャレーのテーブルですね、天板ですね、
あそこも木の風合いを生かしています。なのでこの修正材のようなこのカットをパンパンとね、こう金手に切るというよりかはきちんとこう木の風合いを残してこの曲線を生かしてこの作ってます。まあ最後にきちんと見せるんですけどね。そう、前回と同じ要領でしたのであまりこの制作模様はあのお伝えしませんでした。その再生リストですね、親父の軽キャンピングを作った際の再生リストやらそちらの方を見てください。そちらを参考にしてみてください。もう1日でここまで出来上がりました。親父の軽キャンピングと違ったところは少しね、床を高くしてあります。3センチですね、30ミリほど床をちょっと高くして収納力をちょっと増やしてあげようかなっていうふうに考えました。ということで、パパッとできたんだよ。本当に、すごいパパッとできてね。賞味1日です。賞味1日っていうか、まるまる1日、朝からやって、まあ、5時には、床まで完成しました。1日でできた。やはり1回作ってますから、その、容量とか作り方っていうのが分かっているから、前回親父のね、ほとんど、軽キャンピング作った時、やはり悩みながら、やったからかなりね、あそこまで組むのにも時間がかかったんですが、今回は一回やってあるやったもんだからかなりもうペースが速くてもう一日で終わってしまったって。だからあれに引き出しつけるでしょ、あそこの下のところに引き出しつけて、棚がまだなんですよ。上の棚がまだできてない。そこを作ってあげて、であとはカウンターですね。またスリーウェイテーブルを作ろうと思ってます。スリーウェイにできるテーブル、それもまたあの、ね、木の風合いを生かしたおしゃれなテーブルにしますから楽しみにしてください。その感じのテーブルを作りますから、だからその3点だね。3点をきちっともう作ってしまえば、まあ一番問題視してるのはやっぱりこの上だね。上の棚どうやって固定するのかというのがまあ一番ネックなのかな。でまた今回もキットにしますから車検の時には外したりっていうのはできます。あのギャレーもあの超ボルト1本で止まってますし、床なんかはそのまま置きっぱですから、あの動くことはないです。本当に動かないですから、そのままだからあの分割式なんです。あの後で最後ねそのキットになる模様もきちんとやりますから、やりますけど、あれはちょっと M8 の超ボルトがね2本で止まってるんです。だからそれは分割できるという形になります。んで、あとはね、ほとんど軽キャンピングとの時とちょっと変えたのは、ちょっと床の高さを3センチ、30ミリほど高くしてます。で、収納を少し増やすようにして、天井高はやっぱりどっちもちょっと短くなってしまいますけど、それでもちょっと、それでも結構、まあ、少し余裕あったので、座ってこれぐらい余裕あったから。だから、ちょっと収納を増やしてあげて、だね。ちょっとそこが、ことのやつとちょっと、違うかな。で、まあ、あとは電気関係だね。電気をどういう風にするかとか、そこをちょっとまあ寿司と相談しながら、やっていこうかな、どういう風にしていくのか、ちょっとそこまあ相談しながらだね。照明とかのあれも金網もあるから、その辺はどうしようかなっていう話もしてますけど、やはりその木の風合いを生かしたデザイン性に富んだそのキャンピングカーっていう風にしたいので、その辺の天井の照明なんかもやはりちょっと変わった風にしたいかなと思ってます。その辺のやっぱり進めっていうか、あの制作はちょっと時間がかかるかな。ただかっこいいね、おしゃれだ、あれもおしゃれだね。だから電子レンジも下にしてしまって、電子レンジしたし、ギャレーは作って電子レンジはその下に、今回はだからあれにしようと思ってます。もう全部 12V 全部、だからインバーターなんかは一切食いません。全部 12V にで組もうと思ってます。だから水でしょ、水のポンプも 12V もありますし、であの電子レンジもあれウェーブボックスですから、あれ 12V 対応なんですよ。 12V ソケットでいけますから。で、あとないんだ。だからナビとかそのね、テレビだね、テレビもあの前回と同じようにリレーで切り替え式にします。だからエンジンを切ってる時もナビが見れるようにセットしておけば、そこでテレビが見れますから、だからそういったものをこうちょっと駆使しながら、ちょっと 12V だから 100V をね
載せないんですよ。100ボルトにしない。今回はそういったものでちょっと作っていこうかなと思います。あえて今ね、100ボルトインバーターでいろんなものが使えるっていう風な時代にして、そうやってそういう風な時代ですから、そのね、車もその100ボルトでっていう風な時代ですけど、あえてそこはしない。でなぜかというと、そのね、ポータブルバッテリーが今結構あるじゃないですか。ってことは、そのポータブルバッテリーが1個あれば 100V なんかに対応できるから、わざわざ車をそこに 100V にする必要もないなと思ったんですよ。だったらポータブルバッテリー1個積んでおけば別にね、 100V は対応できるから、そこはなんかあんまりいらねえなと思ってね。しかもポータブルバッテリーもね、結構な場所取るから、何を言いたいかというと、ポータブルバッテリーさえ悩んでる。場所取るんだよね。あれ結構場所取るから。で、まあ、電気使うもんって言ったらそうそうないでしょ。で、まあ、サブバッテリーは、今回のね、ケセラセラ号には積むから、電気使うのは、キャンプ行って電気使うってあんまりないなと思って、今の時代。まあ、車のエンジンかけちゃえばそこで充電もできるし、サブバッテリーがあるからそこで充電もできるし、あとはね、そんなにいかんって、多分キャンプなんかしないと思うよ、多分ね。あくまでその軽いキャンプを目的としますからね、今回からね、キャンピングカーは軽いキャンプ、ピクニックがあったらですね、ピクニックに行くぐらいな、そんな感じで作ってますけど、いやー、どうなることだろう、ぜひ楽しみにしてください。かなりこうおしゃれな感じに仕上げていきたいなと思ってます。まあ見た通り分かるように、天井なんかものモスグリーンに塗ったんですよ。モスグリーンに塗ってあり、でね、ツシは音楽をやる人ですから、後ろにはそのでかいスピーカーがついてたりとかって、ちょっとまたね、音の軽キャンピングの時とはちょっと違うんですが、そこもちょっと楽しみに見といてくれたらなと思います。ぜひ参考にする方は参考にしてみてください。結構ね、簡単にバッと作れますから。でまあ仕上げてね、どんな感じになるか、いや楽しみだな。ということでね、また次回楽しみにしておいてください。いやー、どうなるか。暑かったー。おい、日焼け。夏にやる作業じゃない。夏の作業じゃない、これは。ご視聴ありがとうございました。